本当に福島の人たちの封じ込められている怒りが、この何十万人もの人がいる新宿で炸裂させることができた。これこそが最も国が恐れていることだと思います。国はこの3年間福島の現実を隠すことに全力を注いできました。復興キャンペーン、帰還キャンペーン、頑張ろう日本、安全教育、放射能教育、ありとあらゆる手を使って封じ込め、そして私たちと関東の人間と全国の原発立地地域と福島と切り離して、経済のためには再稼働は仕方ないじゃないか。どうせ放射能よりも心の問題の方が大きい、そういうデマを振りまいている。私たちはそれらを福島の人々と手を取り合って打ち破っていこうじゃありませんか。私自身も311の直後から当然前にこういう行動をしていましたが、思い出せば2011年6月11日このアルタ前広場、2万人もの人たちが反原発を訴えてここ全てを埋め尽くしたんです。やればできるんです。やればこの広場全体を埋め尽くすことも、その怒りを福島とつながって全国から原発廃止、子供を逃がす、被爆から命を守る、そういう民主主義の日本と世界を作っていくことは絶対にできると思います。その根源が福島の戒厳令を打ち破って子供たちを逃がすこと、それを関東の私たちが日々日頃のたゆまぬ努力で続けていくこと、その大きな一歩が今日のデモでやっていけたと思います。都会裁判の松本プロジェクト、そして姫の毎週金曜の霞が関の行動、さらには3月11日東京でも東電本店前での 6時間の抗議行動や、12日13日の原発一斉の反対行動なども続きます。明日は今日もアピールいただいた小畑真澄さんに来ていただいて、東電前アクションでも集会をやります。そういう一つ一つを横につなげて、何としても子どもたちの避難を実現させる集団疎開裁判に打ち勝つ、国の戒厳令を打ち破る、みんなで実現させていきましょう。
すげえ